はいちょっとね質問が動画で送られてきたので、えー、私は視聴者に舐められてるのかというところでゴミ、まあ、屋敷さんなんですけど、まあ、YouTuber デビューしてね今やってるんですけどいやコメントがね結構アンチテーゼのが来てるっていうところなんで、まあ、そこに対して、まああのまあ、いろいろおっしゃってたんですけどもこれはね前も言ったと思うんですけどそのコメントを気にするんであるならば。 やめた方がいいと思います <laughs>。もしくは、あのー、コメントオフにすればいいんじゃないですか。うん。もう一度言いますね。YouTube をやめるか、コメントオフするか。うん。で、これができるんだったら、僕はこれをやるべきなんですよ。で、これは多分今、動画見てる限りだと多分できないと思うんですけども、でもできるんだったら、このマインドセットでやってほしいですよ。あの、舐めさせてあげるってことです。 でその器がゴミ屋敷さんに今あんのかないのかっていうところで多分ちょっと難しいのかなっていうところですねまあ柴田さんっていうねまあ今もうチャンネル登録100万人になりましたけども当時ねアンチも0.1円っていうねアンチも0.1円っていう,う間違いないですけどじゃ <laughs> アンチを使っ申し訳ないですけどアンチを使うだからそのなんですかねアンチを使わせてもらって使って使わせてもらってた使ってで まあ再生数をこう稼いでいででくって話ですよねでそのアンチも0.1円っていうマインドでできるんだったらあの今のまだ、まあ、まで全然いいと思うんですよ。だけど動画を見てるともうコメントに気にしてるじゃないですか結局は。で僕も昔そのコメントをこうオープンにしてたんですね。でアンチ来ますよ僕も。いっぱいいっぱいというかねそんなに再生数ないんですけど、まあ、来るわけですよ。 お金系発信してればねでそのアンチの方とやり取りしてた時もあるんですよアンチの方に対してワンツードア取るみたいなねコメント欄でねもう無限ループっすね、うん、で僕が取ったのは結果的に僕が取ったのはあのキリがないと、うん、で時間のリソースっていうのは限られてるわけじゃないですかで僕はもう商品売ってるわけですよで購入していただいてる方もいらっしゃるので 時間のリソースは限限られてますす無限にないですじゃあその平行線のねずっと平行線の方に時間を注ぐのかそれとも僕を信頼して商品買ってくれてる人に時間のリソースを注ぐのかもう、まあ、どっちがいいかっていうともう間違いなくこっちに時間使った方がいいじゃないですかっていうところでまあコメントはもう一切オープンしないですねうんだからそれは昔僕 YouTube やってたまあ今もやってますけどその昔のそのチャンネルがあるんですよ で、それ、赤番になったんですね。うん。で、その赤番になって、で、その方向性を考えて、もうコメントはもう全部オフにしようっ、つってね。そっからこっちの今のチャンネルはコメントオフでずっとやってますけど。で、一番初期はコメントオープンにしてました。一番最初は。でも、そのアカウントちょっとバンされたんでもうないですけど。うん。そう。だからまあ、アンチも0.1円っていうところでいけるんだったら、うーん。 その舐めさせててあげるってことですね単純にどうぞ舐めてくれと、うん、であとは現実的に言うと9割の人は否定ですからねはっきり言ってだってどう,どうですか世の中見ても社長になる人1割じゃないですか9割の人は起業しないんですよわかりますえ起業するの大丈夫辞めずった方がいいんじゃないっていう9割なんですよ かります <laughs> そもそもあのそういうそう,そういうもう分母なんですよだかなんか要は特に日本なんかそうですけどワイドショーとかも全部そうじゃないですか上げ足を取るのがほとんどですよねちょっとなんかやったらぶわ一斉抗議じゃないですかもうひどいですよね芸能人の方がちょっと有名なね芸能人の方がちょっとやらかすともう一斉抗議ですよねワイドショーでぶわって。 でそこに対してみんなもブワーってねあのコメントヤフコメとかもねあると思うんですけど <laughs> 便乗してブワーってなるわけじゃないですかでもそうそういう文母なんで仕方がないんですよもうここに関してはうんだからそのビジネス的に言うと社長に起業する人は1割だし従業員の人はもう9割だしって話なんでうんだから上げ足を取るのが9割ですよね基本的にだから僕がネットビジネスやりましょうっつっても 9割の人たちはね、9割の人たちは、怪しいとかね、稼げるわけないじゃんとかね。でこの前、73歳の方と対談してね、73歳の方と対談したけど、それでも、いや、怪しいとかね。<laughs> <laughs> <laughs> まあ多分9割の人は怪しいですよ、ネットビジネスで稼げるっていうふうに言うと。 だからまあそれしょうがなないいかかと思いますねだから僕はまあその1割の興味ある人と向き合っていくって感じですね。だその1割の興味ある人ってどういう人かっていうと僕の場合はメルマガやってますんでメルマガに登録してで商品買ってくれてる人とかも興味ある人じゃないですか僕に関心だったりとか信用で買ってくれてる人ですから、まあ、その人たちに時間のリソースをって感じですよね。だからその今 あの「L の部屋」っていうねメルマガ読者さんでこうお便り読み上げたりとかやってますけどもあれもそのメルマガに登録してくれた人だけと向き合ってますから僕はコメントと向き合ってないですもんでしかもコメントって通りすがりで来る人も結構多いんでなんだこいつなんかたまたま見てなんだこいつって書いて去ってくみたいなねそううんだから、まあ 話を聞いてるとコメントをオフするのがまあ多分 YouTube はね続けていきたいと思うのでコメントをオフにした方がいいんじゃないですかうんそこを気にするんだったらねでも再生数を稼ぐとかチャンネル登録を伸ばしたいんだったらアンチでも0.1円だしアンチでもチャンネル登録1人だったら1人なんですよそのマインドでできるんだったらコメント書かせてあげてなめさせてあげてそれをもう だろうなエンターテインメントとしてできるかどうかですね。だから僕は柴田さんっていう人がすごいなと思ったのが、それをビジネスの視点でね、やってたんですよね。その炎上マーケティングみたいな。もはやもうマーケティングみたいなね。わかりますその考えてやってたって。わざと炎上させる。わざと書か,かせる。わざと怒らせるとかね。そう <laughs>。うん。でも結果的にね、あれですからね。 あの結果出したもん勝ちっていうだから最初柴田さんって炎上でやってたんですよだからそのバットの方が多かったんですよまあ今ちょっと見てないんで分かんないですけどあの最初バットの方が圧倒的に多かったんですよねだけど再生数まあ稼いでたんですよねアンチも0.1円みたいな感じでだけど結果的にまあけ柴田さんもどん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 成長して結果を出せば今度柴田応援者が増えてって今度どっかの段階で、まあ、今は見てないんで分かんないですけど どっかの段階でバットがねバットよりグッドが上に行ったんですよ。で特に露骨に出たのがあの多分23年前だと思うんですけど柴田さんがあのあれに勝った時なんですよ柴田さんがあの柴田これ何年前だ 3, 2 3年前だったかな柴田さんこれまあ再生数もねすごい行ったんですけどえー、っと勝った。 誰に勝ったそうライジンでそうライジンこれあ2年前ですね2年前のライジンで柴田さんと久保さんかでその勝ったんですよ KO みたいな感じででその時は「もう柴田すげえ!」みたいなもうすごい勝ったんですよあの時は前はその炎上マーケティングでやってた人が <laughs>「柴田すげえじゃん!」みたいな。 コロッと変わりますよね結果を出すと <laughs> コロッと変わるっていう <laughs> あの時はねもう柴田すごいぞムードでしたからねうんそうでもねあの最初はそんな感じでしたからうんだからなんですかねあのそれはエンターテイナーとしてできるかどうか アンチも0.1円みたいな感じでできるかどうかっていうところはうーん今の動画を見る限りだと難しいのかなっていうところですねうんなんでコメントオフにしていただくといいと思いますそうするとだってコメントつかないんでコメント書けなくなるのでコメントい一切気にしなくていいじゃないですかどうですか発信したいことは発信してって,っていうスタイルでいいじゃないですか多分発信はできるもうできますよね でコメントがもう書けない書かれないってなればもう自由に発信するだけでしょうねこっちが。でもしその視聴者とつながりたいんだったら LINE アットとかやって、まあ、そのなんかメッセージあれば LINE アットに登録してください LINE に登録してくださいみたいにしてでもね LINE だとね LINE はだって気軽に登録できちゃうから。 おわせフホームとか作ってね、まあ、僕もお問い合わせフォーム作ってますけどでお問い合わせフォームに名前とかあちゃんと書いてもらってちょっとまあそのフィルタリングはかかりますけどねその分だけどつながりたいんだったらお問い合わせフォームみたいな感じでちゃんと名前も書いてもらってみたいにすれば、まあ、そこまで来ないと思いますけどねだって面倒くさいじゃないですかコメントは簡単に書けるけどもそのフォームだったらわざわざメールアドレス入れるとか名前入れるとかやんないとダメなんで。 うん、まあもちろんねそのフォームをかましてもフォームに来る人もいますよアンチの人もそりゃでもコメントに比べるとそれは数めっちゃ減りますコメントはもう気軽に書けちゃうんでうんそうだからその名前本名を入れないとダメメールアドレス入れないといけないっていう風になると結構しきり高くなりますからねだから数はもう圧倒的に減りますねうん まあ、あとはまあ僕みたいにもうメルマガをやってメルマまあ興味ある人はメルマガに登録してくださいっつってそのメルマガに登録してくれてる人に対してあの企画をやってねあの聞きたいことありますかまあ僕もエルの部屋みたいにやってますけどうん。なんでまあ動画見る限りはああコメントオフが一番精神衛生上 YouTube の発信を続けられるんじゃないかなと思いますね。 うん。でも youtube の機能としてはですよ。youtube の機能としては、コメントが盛り上がってる書かれまくってる反応があるっていう動画はやっぱ露出されやすいんですよ。コメントオフにすると、その判断基準が再生数とか再生数とあと離脱ですよね。動画のどこまで見られたかっていう、そういうところで見られてうんですよね。でも、コメントもいっぱいあったりとかグッズとかバットとかあるとそれが一つの。 審査基準になるというか、ねうん、だからそれが盛り上がってると、まあ、この動画はちょっと盛り上がってるぞっていうことで YouTube のおすすめとかで露出がこう回ったりとかしやすくなるのでうんでもコメントをオフにするとまあそ,れそ,そこはないですから、うんはい、まあ僕もコメントオフでも八8年ぐらいやってますけどまあ僕の場合はね、まあ、商品も今売ってるんで 全然問題ないですけどねだってコメントにアンチテーゼか書く人って商品僕の買わないですもんそもそも難しいですよ買わないですねまあ1000人いたら1人いるかいないかぐらいの割合じゃないですか、うん、コメントにただアンチテーゼのただ書くっていう人があ僕のドリアク入るかっていう,うしかもバックエンドクラスですよねバックエンドクラスを入るか買うっつったら多分1000人確率的に言うと1000分の1ぐらいの確率だと思いますね その確率もないかもしれないですね。だってさっきも言いましたけど水掛け論なんでずっとずっと終わりなき戦いなんでいくら言っても要は結局こっちの通,通じないですよね、うん。向こうの正義があるし。うん、で向こうの正義があるんでその正義をなんだろうな、うん、通したいし。<laughs> で自分の意見言うじゃないですかでも向こうは向こうで正義を自分でもうこうなんですよね、うん、一番簡単なのは一番簡単なのはあのもうそこに便乗してその炎上させるかコメントに対して炎上させていくかもしくはあのコメントの奴隷を演じるみたいな「すいませんでした」みたいなエンターテイナーとしてね「すいませんでした」「ちょっと真面目に働こうと思います」とかね だかそれもエンターテイナーとしてこうやっていくかねちゃんと受け真摯に受け止めてねそうっていう演出っすよねわかります <laughs> ネットビジネスやるんだけどその演出としてあのなんだそういうふうな動画も撮ったりとかねい一部ね、うん、でもそれはなんか見てるとちょっと難しいかなとは思いますねそれをやっていくのは動画を見る限りだとうん まあ経験もやっぱまだねないじゃないですか YouTube 始めたばっかで3か月ぐらいなんで、うん、だからそ,のそもそもそのなれネット慣れしてないというかうんうまああとね、まあ、最後ね僕のマ,マインドセットねあのも僕持ってるマインドセットはあのどうせ死ぬってやつですてどうせ何言われたとしても その人も死ぬし僕も死ぬっていう結局無になるって話ですねだからその今のそのアーダコーダで感情に揺さぶられてるわけじゃないですか今のコメントがどうのこうのででも未来を見るとみんな無になるんですよみんな死ぬんですよどっちにしろみんな忘れるしどうですか30年前に死んだ人だ例えば志村けんさんって覚えてます亡くなったの なんか当時は、ね、僕志村けんさん泣いた時あの亡くなった時にねうわ志村けんさん亡くなったのかって僕泣いちゃいましたからねもう志村けんさんのあの僕育ったんでドリフとかそのなんだドリフでしょあとなド,ドリフの大爆笑とあと「バカ殿」とかねあと深夜やってたあの番組とか結構すげえ見てたんですよだからあの志村けんさんが亡くなった時はポロって泣いちゃいましたよ あれからもう34年経ったと思うんですけどじゃあ今志村けんさん亡くなってかわいそううわーって過ごしてる人って多分いないですよ忘れてる申し訳ないけどうんだそ,そんなもんなんですよ、まあ、もし今も志村けんさんが亡くなったっていうことを日々意識して意識して暮らしてる人がいるとするならばそれ親族とかねそういう人たちだと思いますうんだ第三者は忘れるんで 一時は、はい、感情移入しますよ僕も一時は感情移入しました。涙まで流しました。だけど今、志村けんさん、今ちょっと話の中でちょっとぽって出てきたんで、今話してますけど、日々志村けんさんが亡くなってしまった、かわいそう、ああ、あの人、あんな人があって思って生きてないですよ。うん。そう。人間、そ,そんなもんなんです <laughs>。 そうだから、超古い話しますけど、超古い話すると、あのー、昔、ベッキーさんがね、もうめちゃめちゃ叩かれて、ぶわーって、ぶわーってなって、ちょっと芸能引退みたいな感じで、でまたベッキーさん、なんか出てるんですよね、なんか,なんかその、ネットフリックスか、ネットフリックスで相のりで、相のりっていう、愛の里かな、それでなんか出てて、おベッキー出てんじゃんみたいな、<laughs> まあ多分十何年前の話ですけど、多分あれ。 うん、もう忘れてますよ多分みんなその時のみんなみんな知らあのマスコミもあとなんだそのアンチテーゼのコメントすごかったと思います投資ベッキーさん潰しというかうんでも今多分ないっすね多分 <laughs>、うん、まあそんなもんなんで まあ、とりあえずすみませんいろいろ言いましたけどコメントをオフにしすればもう一瞬じゃないかなっていうだって見ない,見見ないんでコメントに対してそこにそのアーダコーダっていうその感情がリソースが注そそがれることはないんでその YouTube の発信活動に、まあ、集中できますよねうんそうただそのアンチも0.1円エンターティナーとして、えー、やれるんだったら コメントはそのままオープンでいいと思います。うん。なんでまあ、僕のアドバイス、まあ前も言ったと思うんですけどね、もう、もう前は多分もう you、YouTube や、コメント気にするなら YouTube やめた方がいいよっては言ったんですけど、うん。はい、すみません、コメントをオフにしていただくといいと思います。うん。はい、では終わります。ありがとうございます。